やれや。仲がいいとか悪いとかってレベルじゃないな。あいつらどうする。せっかく十兵衛さんが紹介してくれたんだ。退治して賞金をもらわない手はないだろ。金貨、あれを見よう。あれは我ら下一族の妖力を強化すると言われる宝物、虹色真珠では。ああ、ここはしばしの間休戦して虹色真珠をいただくとするか。おろろろろ、あいつら逃げちゃった。